立花忠茂は、江戸時代前期の大名。筑後柳川藩の第二代藩主。立花直次の四男で、立花宗茂の甥で養子し。署名は、定行で、忌見名は忠行、中邸、忠茂。剃髪して、幸行と号す。慶長17年7月7日、立花直次の四男として誕生。母については、筑紫文書では、筑紫広門の娘、永久母院とされ、寛政十州諸家譜では、柳川藩主家と三池藩主家ともに、お家主とする。生まれたその日に実子がいなかった叔父、宗茂の養子となった。元和8年12月27日、11歳の元服の時、江戸幕府、第二代将軍、徳川秀忠の献上において加冠し、15位した、左近将元に叙され、返記を授かって忠茂と改め、左文字の刀を賜った。将軍の小番衆として、江戸に詰めていた養父に代わり、寛永6年頃には事実上運勢を司るようになった。翌年11月3日頃に、永井直政の娘、長子姫との婚儀が行われている寛永11年、大御所秀忠の上洛に故障。寛永14年4月3日、所領を相続。11月に、島原の乱が勃発すると出陣。12月18日に、上司、板倉重政の配下で原城攻めの寄せ手に加わり、19日、卒業、鍋島勢が抜け駆けをして、西の松山を奪取しようと突撃をかけたので、これに呼応して、忠茂勢も西の丸の堀際まで、深く攻め入ったが、板倉の再三の引き上げ命令を受けて退いた。翌寛永15年1月1日の総攻撃の際には浜川の寄せ手に加わっていて、戦闘には参加しなかった。2月11日、一揆勢の夜襲があったがこれを撃退。2月27日、最後の総攻撃の前日にまた、鍋島勢が抜け駆けをして、戦闘を開始したので、忠茂もこれに加わり、三の丸を奪取して本丸に火をかけた。28日の総攻撃では、忠茂自ら詰めの丸に突入して落城させた。寛永15年、宗茂の父により正式に家督を継いで、柳川藩の第二代藩主となり、藩政の安定に努めた。寛永17年7月18日、将軍家光より、延べ時刻時の刀を賜る。寛永18年正月、14位下に叙される。寛永19年5月、柳川城の改修のために暇をもらう。寛永21年4月18日、将軍、家光の上位により、仙台藩二代藩主、伊達忠宗の長女、鍋姫と結婚した。正保3年に、永光寺に、東照宮を勘定した。将軍、家綱の代になり、明暦3年12月に侍従に叙され、万治3年12月に、日高見に改める。この頃、義弟にあたる仙台藩第三代藩主、伊達綱宗が引き起こした、伊達騒動では、親類として沈静化に大きく関与した。寛文4年うるう5月7日に致死し、四男、貫虎に家督を譲って隠居。隠居後は、幸行と号す。延宝3年9月19日に死去。享年64。江戸小石川の徳雲寺に葬られた。法号は別法院殿中位は幸行大孤児。ありがとうございます。